困るののでです。す。いいけないのです現在ではほぼ認められているようですが有機農法を非科学的と決めつけ観光農法の農産物との違いを認めようとしない方もいるようです。ところが実は科学ののの方が農業の実際面に追いいつけないだけなだことです。現在の科学ではカルシウムを与えないニワトリが運もケイ素を食べて 丈夫なから炭酸カルシウムを持った卵を産んでもらっては困るのです海藻などの溶ド源を与えないのに溶ド卵などを産んではいけないことになっているのですこれは極端な例で真偽のほどはわかりませんが科学的証明に関係なくこのような現象を実際に応用しているのが有機農法です当然風当たりも強いし情報操作もないとは言えないでしょうあまり意識していませんが 農業は自然相手という性質上、科学の最先端の先を走っています。自然があって科学がある。農業者や一般の消費者が思い違いしても、それは仕方のないことなのかもしれません。